はい、皆さんこんにちは、木戸です。前回ね、水槽に魚をぶち込めたということで、お次行きましょう。で、どっち先にしようかなと思ったんだけどね、この家を潰して、で、ここの畑も潰して、ここにでっかい村人のための家を作ってやりたいなっていうのと、あとここの畑だね、畑をもうちょっとでかくしたいなっていう。どっちを先にしようかちょっと悩ましいんだけど、この村はね、もうかなり綺麗な村なんで、ちょっと気合い入れてね、いい感じにグレードアップさせたいなと思うんだけど、この他の村とはだいぶ離れてるんで、この周辺を探検するにあたっては拠点になるはずなんで。先に畑かな。よいしょ。ちょっと先にこの畑を、もっといい畑を用意してやろう。交換しようと思ってサトウキビとか取っといて、それっきり。何が必要かね。とりあえず食わ。そうそう、竹もね、どっかに植えときたいなと思ったんだけど、どっか村の端っことかで、あの辺がいいな。あの辺、この辺、この辺にタケノコ、タケノコ食えたらいいのにね。で、畑をでっかくしたいんだけど、範囲を先に、フェンスをまず作って。あ、これ原木か。よし。
にこいつらをこの囲いを取っちゃって、あそこに白猫が、全部まっさらに、まあ、上はちょっと後でいいやだから範囲をね決め直したいんだけど、この感じかな、ちょっと一回り広げるぐらい。こうあぜ道なんかだいぶ広くなってるけど、ここもこんな広くなくていいや。これくらいかな。もう一個行こうかな。水を流すのがここ。でも水を流す前にここにまたあのグローストーンを、グローストーンはどこぞ、どこやったってな、あれもう全部あああったって。いやでもこれ50個じゃ足りんな多分。こんな感じで、
ゴーレムがめっちゃ邪魔。よし。これでね、ちゃんと明るい畑が。トラップドアで蓋をしておけば、よし、いいかな。でここ一回埋めて、4、1個、ここか。ちょっとあんま無駄なく作りたいんで、水路の位置を変えます。これは明らかに、お、外うるせえな。明らかにね、グローストーンが足りないんだよね。あれ、違った。ドアの向きも揃えたいな。よし。じゃあこのコンポスターも。別の場所に。よし。あれ？俺のコンポスターどこ行った？埋まった？あ、あったあった。
1、2、3、4つと、ここも水路1回作り直します。1、2、3、4、ここやね。ん？違う。あぜ道が1、2、3、4の1、2、3、4、ここはこうだ。水路ここだね。あ、掘りすぎた。ちょっとなんかゴーレムがめっちゃ邪魔なんだが。余計なものも置いとこう。畑作るのがね、地味に楽しい。マイクラ全体的に地味に楽しい。ヒャッハーみたいなのにはなんないけど。いつも安定した楽しみがマイクラで味わえる。グローストーンがあとちょっと足りないな。ちょっとこの辺のものは植えとこう。いつの間にかお空が明るくなってきてましたね。もうちょっとグローストーンを回収しに行きてえな。
とゴーレムさんが、ゴーレムさんがめちゃくちゃ邪魔なんだが。農民が働いてくれている。農民が頑張ってくれてるからね、俺の国の農民たちが。農民たちのために頑張ってあげないと。ちょっと、ちょっとネザーに行こう。ちょっとネザーにっつって毎回ね大変な目に遭ってるから、そこそこ備えて、パッと行ってパッと帰ってくるだけのつもりではあるけど。松明はちゃんと持ってね。松明と足場があればまあ多分大丈夫。バケツはねネザーでは使えないんで、いらんもんは置いといて。ご飯欲しいな。お肉屋さん。あ、いたいた。あ、そこからですか。ちょっとお肉焼くか。非常時になんだかんだ必要なのはやっぱ食料なんでね。非常時には陥りたくないけど、備えあればなんとやら。豚肉こんだけしか。しくった。大量のウサギシチューをゲットしてしまった。いらねえ。マジかよ、ウサギシチューに圧迫されちゃってんじゃん。それはよろしくねえな。当分はちょっとこのウサギシチューを食料にしよう。めちゃめちゃショック。こんな大量のウサギシチューいらねえよ。捨てもしゃあねえからな。ではちょっと
ネザーに参りましょう。あ、左手に小麦を持ってるわ。さて、グローストーンはどちらで手に入るでしょうか。にゃんこがこんなところににゃんこが。こんな先っぽみたいなところに、ちょっといろんなとこから見てね、ここが帰り口、帰るとこやでっていうのが分かるようにしときたいな。離れたとこからでもここを目指せばいいみたいな。ガストに狙われるとこに、ここは降りれるのか。こいつあれだ、アップデートで増えた。ダメだ、この豚は。あ、死ぬ死ぬ、やばい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 、帰ろう。ピグ、おお、ついてきた。マジかよ。ああ。あいつ問答無用で襲ってくるからな。なんか物をあげたら仲良くなれるらしいんだけど。そもそも殺意が高すぎて。ちょっともう一回落ち着いていこう。落ち着いていこうとか言ってる場合じゃねえんだ。時間がやべえな。いや、ここは見失いそうな。すぐ迷子になりそうだから、ちょっと目印をしっかりつけて。
目立つ。じゃちょっとこの辺でグローストーンをかき集めたいと思います。本日ここまで、ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。